ウィリアムズ FW08 は、ウィリアムズが開発したフォーミューラ1カー。パトリックヘッドが設計し、1982年から1983年にかけて使用された。成功作 FW07 の後継として、開発された FW08 は、従来よりもすんぐりした武骨なデザインとなった。アルミ製モノコックは、コクピット両脇が高くなり、車体剛性が増している。 フロントサスペンションはロッキングアーム式からプルロート式に変更された。FW08 は6輪車への移行を前提として設計されたため極端なショートホイールベースとなっている。エンジンパワーではターボエンジンに対して劣勢だったがショートホイールベースと軽量なフォードコスワース DFV エンジンのマッチングで操縦性の優れたマシンとなった。1982年シーズンは 開幕3戦を FW07D で戦い、第5戦ベルギー GP から FW08 が投入された。1982年は優勝者11人を数える大混戦のシーズンとなったが、ウィリアムズに新加入したケケロズベルグは着実にポイントを稼ぎ、第14戦スイス GP で上げた初優勝の一勝のみでドライバーズチャンピオンを獲得した。6輪車。 FW08B のリアタイヤ FW08B はフロントタイヤ二輪、リアタイヤ四本を装着する六輪車のテストカーである。ウィリアムズは1981年末に FW07D を六輪車に仕立ててテストし、1982年には2作目となる FW08B を開発した。リアにはフロントの15インチよりも小さな13インチのホイールが4つ装着された。 6輪、下位1マシンの先駆けであるティレル P34 は、フロント4輪、リア2輪だった。リア4輪車はウィリアムズより先に、マーチ2から4から0が発表されていたが、テストのみで終わった。リア4輪はタイヤを小径化することで、空気抵抗を減らし、4輪駆動でトラクションを稼げるというメリットがあった。加えて、サイドポンツーン内部のベンチリ構造を延長して、 より強力なグラウンドエフェクトカーにすることが可能だった。複雑な駆動系と重量超過という課題はあったが、テストではまずまずの結果を残した。しかし1982年末に FIA がグラウンドエフェクトカーの禁止とタイヤは4本までという新レギュレーションを発表したため、6輪車の可能性は、ついえ、FW08B はウィリアムズのファクトリーにある博物館に行きとなった。 1994年 FW08B はグッドウッドフェスティバルオブスピードのヒルクライムに登場しジョナサン・パーマーの運転で最速ラップを記録した。このタイムは1999年にニック・ハイドフェルドのマクラーレイン MP4 から13が更新するまで破られなかった。ウィリアムズ f w 零八 c f w 零八 c は百八十三年から導入された。 フラットボトム規定に適合するよう FW08 を修正したマシンである。サイドポンツーンが小型になり、重量配分をリア寄りにするため、ラジエーターを車体後方に配置した。ヒューランド製ギアボックスは6速仕様となった。シーズン途中から、コスアース DFV エンジンの改良型、ダフィーに換装したが、ターボエンジンとのパワー差は埋めがたかった。第五0モナコ GP では、 前年王者のケケロズベルグが濡れた路面をスリックタイヤで改装し優勝した。しかしシーズンを通してターボエンジン勢のタイトル争いには加われなかった。チームはホンダと契約し最終戦南アフリカ GP ではホンダ V6 ターボエンジンを搭載する FW09 を投入した。なおこの FW08C はまだ F3 ドライバー時代だったアイルトンセナが ウィリアムズの F1 マシンを初めて運転したマシンでもある。ありがとうございます。